はい皆さんこんこ今日はですね中国政府がついに動き出したっていう感じですね、えー、昨日はですねバイビットですとか、まあ、他の仮想通貨の取引所のですね、えー、動きを今後規制するようなことが次々と発表をされていますで本当にどうなっちゃうんだっていうのは正直わからないところではあるんですけれども現在ですねマーケットでどれぐらい、まあ、これらの中国関連の 仮想図鑑の取引所でですね、先物が溜まっているとか、まあ、そういったところしか今見ることはできないので、少しニュースと一緒にデータも見ていきたいと思います。まあ、早速まずニュースの方を見ていきたいんですが、こちらがですね、昨日出ていた、まずニュースですね。デリバティブの大手取引所、バイビット、これが中国人ユーザーのアカウント停止措置を発表しましたと。で、数日前の方でもですね、これ皆さん何ていう発音してるんですか、ホイビーですかね。 まあそういったところもまあ同じような動きっていうのが見られているというような状況ですよね。で、3週間後の6月15日より中国国内の携帯番号を登録している、まあ、それと紐づいている取引所ユーザーのアカウントを停止すると。なので、彼らが現在持っているこの先物の,のポジションというのはこの前に解消しなきゃいけないということで、大きな売りが出るんじゃないかっていう、今非常に 懸念が出ていいるとううような状況ですねでじゃあ、現物はどうなるのかっていうことなんですけれども、これ今後換金できなくなる可能性も、まあ、なきにしもあらずなんじゃないかとは思うんですが、ただし海外に、例えばバイナンスとかですね、そういったところにアカウントを持っている方っていうのは、どん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 もう移していってしまうようなことがされていると思うんですが、ただそういった方ばかりじゃないと思うので、まあ、一定程度のこの 今持っているビットコインをどうするかっていうのはあの迷うところでもあるんですけどもこれが実際どうなるかっていうのはまだ正直わからないところではありますとあとはですねマイニングの人たちマイナーの人たちが現在持っているビットコインをどうするかっていうのはこれも一つ大きなポイントですよねやっぱり資金を作るために手元の資金に戻すために今持っているビットコインを売って どうするのかっていうところが今後注目されるんですけれどもその辺のあたりの動きというのは、まあ、今まだどうなるかっていうのは正直分かってないというような状況ですはいでこれが一応あのまあジャーナリスト非常に有名なジャーナリストがですね、えース,まあ、スクープじゃないんですけども、えー、コメントしてるツイッターになるんですが、まあ、デリバティブの取引所のバイビットが非常に厳しい措置をとりました Most severe measures て書いてますけども で6月の15日に、えー、と中,国中国の電話、えー、番号とひも付いているアカウントに関しては全て、えー、クローズしますよというようなことを発表されましたということを言っていますね。でこれはじゃあ中国の番号とひも付いていなきゃいいのかじゃあ今自分はアメリカの番号を持ってるからそれに移し替えちゃえばいいのかというとそうではなくて 過去に一回でも中国の番号と結びついたことがある講座は全てクローズしますということを言っていますということなんですね。はい。なので今後どういうふうな感じになってくるかっていうのは注目されてますと。で、h o v b i、e、t のリリースによると、停止日以降、6月15日以降っていうのは、ガイドアカウントでの取引や資金へのアクセスが制限される可能性があり、早めのポジションクローズや出金を流していると。これ怖いですよね、かなり。 まだ間に合わない場合も資金が凍結されることはないがサポートに一定期間を要するとこれ一定期間もどれぐらいか分からないですしもう本当にサポートされるかどうかも分からないのでやっぱり現物かなり売りが出る可能性っていうのもあるとは思いますただし、えー、じゃあ本当にこれ全部売り出てくると現物市場での売りは結構な規模になると思うのでやっぱりそういった意味でもあの怖いですよね、まあ、不安っていうのは あると思います先日、僕の別の動画で紹介しました FTX の社長がですね、これに対してコメントをしてましたけれども、本当にやっぱりその現物の売り買いっていう意味では、何が出てくるか全くわかりませんということを言ってたので、まあ、取引所のやっぱり CEO ですらそういったようなコメントをするぐらいなので、実際の動きっていうのはなかなかわ、えー、からないっていうのが本音ですよね。あとこの24日には、 えー、他の暗号資産の取引所、えー、褒美ですかね、が中国国内での新規ユーザー向けのデリバティブサービスの一時停止ですね。既存ユーザーはまだ大丈夫,大丈夫ですよということなんですけれども、まあ、これ今後、既存ユーザーの停止っていうのもあるということだとは思うので、今後はですね、非常に注目が集まるところのニュースなんじゃないかなと思っていますで。じゃあ いわゆるその先物市場だけであればじゃあどれぐらいのインパクトがあるのかというよりはちょっと見ていきたいんですけれどもこれがですね、昨日時点のマーケット全体での、えー、なんて言うんですか、先物の,の今、玉なんですけれども大体です、ね、11ビリオン約日本円で1兆円超えるぐらいの規模が今、マーケットに先物としてビットコインの先物としてありますと。で、 この中で今赤で線を引いてあるものが、まあ僕がちょっと認識しているレベルで、香港ベース、まあ中国関連の、えー、なんていうんですか、取引所なんですけれども、これが、えー、大体ですね、え k オーケー、OK、バイビット、ホービー、えー、ビットフィネックス。これ全部合わせると、えー、大体、まあ4割を超えてくるような水準になってます。だから、なので、まあ4000億ぐらいの規模の、えー リクイデーションが起こる可能性があるということなんですが、じゃあこの4000億って大,大規模なのかどうかっていうふうに考えると、えー、そこまで大きくはないと。かなり前,前日とかってマーケット、前日とかまあ週末とかその前、先週ですね、マーケット、えー、下げましたけれども、あのタイミングっていうのは10ビリオンを1日で超えるような先物の,のリクイデーション。 ポジションを売るような動きが見られたのでそれの半分にも満たない額というような今状況ではあるんですけれどもただし今レバレッジを利かして買っていこうという動きが今そんなにない中でやっぱりこの売りのインターネット売り興味だけがどん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 出てくるってことは買い支える人が本当に出てくるかどうかっていうと結構微妙だと思うので今のレベルでしかも。 なので、このあたりに売りがやっぱり出れば、えー、一定程度の下げっていうのは、えー、出るんじゃないかなと思ってます。えー、なので、しかも今後、この取引所では中国人の方がですね、えー、レバレッジの取引できなくなるってことで、反発してくる圧力っていうのも今後は弱まってくると思うんですよね、先物って意味では。なので、そのあたりはやっぱり心配かなと思うんですが、えー、ただ今後マイニング、 が中国の方でもかなり規制されるということであれば、このビットコインを持っている人たちっていうものの層が今後、まあ分散されていく可能性があると。なので今までは中国人がこのマイナーとして非常に大きな力を持っていたものが、どん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 他国、まあ中心はアメリカだと思うんですけれども、まあそういった方向に動いていけば、保有者っていうの,ののバランスっていうのはもう少し取れたようになるんじゃないかというふうにも言われています。 なので、マーケット全体としては、えー、ビットコインのそのファンダメンタルって意味で、非常に、まあ、中央集権的じゃないよっていうふうに言われているにもかかわらず、保有者は、まあ、中国人がかなり持っていて、中央集権的なんじゃないのっていうコメントもですね、イーロン・マスクから出てたりはしましたけれども、まあ、ポジティブな内容なんじゃないかなと思っています。で、今、えー、こういったニュースも受けて、少し、今これビットコインの値、えー、動きなんですけれども、 下げててははいいいるるというか頭が重くなってはいるもののただこれが下落トレンドに突入するのかっていうと今のところやっぱそうではなくて、まあ、そんなにフローも出てないと思いますし、まあ、結構その取引所間での資金のアラートっていうのも今そんなには出てないので今のところは影響なしただしこれ前も前からも言ってる通り今そのビットコインに関しては買っていく材料が今全くないというような状況ではあるので でここからもう1段上げていくその4万,4万2 0ドルっていうのを抜けていくっていうのは、まあ、材料としてかなり不十分なものな状態なので、まあ、やっぱり今、そうなってくるともう1段下をあのフローが出てくれば、えー、狙うような局面になってもおかしくないなとは思いますがただし、まあ、今のレベルは積極的に売るレベルでもないと思うので、まあ、レンジが続くんじゃないかなと思ってますしばらくは。 まあそれに釣られるようにですね、A さんの方も今、我が重いような状況になってますけれども、今株式市場もそうなんですが、やっぱりなかなか今投資活動に対してどん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 行くぞみたいな感じはもうちょっと一旦なくなってますよね。かなりセンチメント冷えてきてはいるので、値を狙うというよりも、レンジでの状況が、推移がしばらく続く可能性があります。株に関しては僕は数ヶ月続くと思ってはいるので、 仮想通貨も同じような状況になってもおかしくはないなと思ってます。突発的にバーッていうふうに上がっていく局面あるかもしれませんが、そこはグッとこらえて僕は行こうかなと思ってます。まあ資金もですね、今後どこまで仮想通貨の方に入れていこうかっていうバランスも僕個人としてはあるんですけれども、仮想通貨の方に今だいたい4割ぐらいで結構多いんですよね。なので、もっともっと入れていくかというと、今はそうではなくて株もなかなか 難調なような状況が連日続いているので、まあ、ここから <laughs> しばらくの間は、えー、キャッシュを貯める期間に、えー、個人的にはしようかなと思っています。まあ、一旦非常に資金が貯まれば、えー、大きくどちらの方に、まあ、動いてもですね、あのいいかなと思っていますし、株式市場に関しては、あの大きく上がっていっても、なかなか、なんていうんですかね、継続的に上がっていくシナリオというのはまだ見えない中で買っていく必要もないかなと思っていて、やっぱりそれに、 ある程度、一定程度大きく影響を受ける活動通貨市場も同じように基本的には見てもいいんじゃないかなと思っています。やっぱりイーサーに関しては今後のアップデートとかっていうのもあるのでそのあたりの状況を見ながら動いていきたいと思うんですが、まあ、僕個人としてはもうかなりもうこれ以上お金詰めませんっていうぐらいイーサーには入れているので追加的には買っていこうとは思ってはいませんが、えー、まあ今仕込み時かなと思っています。結構落ちたりも夜中してきたはいるので そういったところに差し値を置きながら徐々に徐々に買っていくポジションを作っていくっていうのがいいんじゃないかなと思っています。またこれの関連ニュースというのがあればですね、大きく市場にインパクトが出,出てくる可能性があるので皆さんにお伝えをしていきたいなと思ってますし、あとは市場でのポジショニングですね、受給よく皆さんにお伝えしていると思うんですけれども、今はポジションが大きく構築されていっているような状況というよりも、クジラというふうに言われている人たちが下で そこで買っていってるような状況、買い上がっていくというよりも仕込んでる状況なので、こういった人たちと同じ動きをするのであれば、急いで買い上がっていくんじゃなくて、下がってきたときに差し値で買っていく、買っていくっていうオペレーションが今はいいんじゃないかなと思っています。はい。ということで今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、非常にたくさんの方がですね、チャンネル登録してくださって、本当に感謝しています。あともしよろしければサポートの意味も込めて、 ベルボタンも押していただいたりですとか、あとはいいねボタンを押していただけると、本当にとても励みになります。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。